上海トランスラピット、上海マグレブトレインは中華人民共和国上海市歩東新区の上海、歩東国際空港にアクセスするトランスラピット方式による磁気浮上リニアモーターカー。ラインカラーはティールグリーン。建設は2001年3月1日に開始され、2004年1月1日に商業運行を開始した。この列車の最高商業運転速度は 時速 431km で2015年10月時点で常設の運行としては世界最高である。2020年5月1日現在最高商業運転速度は暫定的に時速 300km である。2003年11月12日の非商業運行の試験走行で中国での最高速度記録である時速 501km に到達した。 上海時期浮上式鉄道の編成の全長は153メートルで、幅は3.7メートル、全高は4.2メートルで2クラス574人乗車の仕様である。2002年12月、世界初の常設商業時期浮上式鉄道として、歩東国際空港と上海市郊外を結んで開通。常設実用線の磁期不条式鉄道としては、イギリス、ドイツ、日本に次いで、 世界で4番目。万博等での期間限定の実用線を含めれば、ハンブルク、つくば、バンクーバー、岡崎青い博覧会、熊谷埼玉博、ハンブルク、横浜横浜博覧会、大田国際博覧会に次いで、世界で9番目の営業運転を行った。ただし、他の営業路線は、時速時速 100km 程度の最高速度までであり、超高速運転を行う。 時期浮上式鉄道で一般営業を行っている全世界で唯一の路線である。保東国際機場駅と上海市郊外の竜、明寺駅の間2 9 8 6 3トルを7分20秒で結ぶ。営業最高速度は時速4 3 0トルである。運行時間は保東国際機場駅流要寺駅が7時2分 -22、40。 龍アキラ駅、ホ東国際機場駅が6時45分 -21、40である。最高速度は時速 430km の時間帯と時速 300km の時間帯があり、時速 430km で運行されるのは、ホ東国際機場駅、龍アキラ駅が9時2分 -10、47、15時2分 -15、47、 龍明寺駅ほと国際機場駅が9時 -10,45、15時 -15,45 である。それ以外の時間帯は時速 300km8 分10秒で運行されている。2020年5月1日現在、最高速度は全時間帯で時速 300km である。現在のところの始発駅、龍明寺駅は 歩道新区の郊外に位置し、上海の中心から離れている。しかし将来的にはこれを、上海万博の会場を経由して、上海南駅へ延伸し、さらに西南の加工市を経て、甲州市まで延伸する計画がある。建設費は12億ドルだった。車両は、シーメンスとカッセルのティッセンクルップの合弁事業である。軌道は、歩道新区の中積した。 地質なので軌道の安定と精度のために柱の間隔を元の設計での50メートル間隔から25メートル間隔にしなければならず地元の中国の企業によって建設された数千トンのコンクリート製の杭が支柱の基礎の安定性を確保するために70メートルまでの深さに打ち込まれた正確な軌道を製造する目的の全長1マイルの 空調設備を備えた施設が建設された。列車の電気設備はバラ社によって開発された。上海のシステム以前の2カ所の商業用磁気浮上式、鉄道システムは、イギリスのバーミンガムピープルムーバとドイツのベルリンの m バーンである。両方とも低速で運行され、上海磁気浮上式鉄道の開業前に閉鎖された。列車は2002年に、 ドイツの首相のゲアハルト・シュレーダーと中国の国務院総理の主要機の臨席の下で開業した。この路線は上海の中心部から古東空港と竜明寺駅を独自に運行する上海軌道、交通の路線の一部ではない。客室内の上海時期不上式鉄道の運転士2009年時点での標準客室路線は 上海時期浮常識鉄道交通開発者によって6時45分から21時40分まで15から20分ごとに運行される。開業時の乗車率は20%だった。乗車率が低い理由は、運行時間が限られ、路線長が短く、切符台が高価で地下鉄で市の中心部まで20分かかる、歩道新区の龍明寺駅しかないからである。なお、 2020年5月1日現在、最高速は全時間帯で時速 300km である。道路の場合、所要時間は 30km の距離で45分かかる。2007年にトランスラピット USA によると400万人を輸送して2006年に運行費用を賄うことができたとされる。費用の内訳は、エネルギー64%、整備19%、 運行、支援サービス17%。エネルギーの費用の割合が多く占めるのは、所要時間が短く、運転速度が速いからである。座席区分は、普通席と、貴賓席。2016年現在の運賃は、片道で普通席50元、貴賓席100元。当日往復券を購入すると2割引きで、当日の航空券を提示すると、 片道普通席が40元と割引になる。また、上海公共交通カード利用の場合も、同じく片道普通席が40元に割引される。保藤国際機場駅では、搭乗券の半券、竜明寺駅では、e チケットの控えの提示でも構わない。上海トランスラピット計画は完成まで100億元の、費用と2年半の月日を要した。 路線の全長は 30.5km で整備施設へつながる軌道を備える。2006年1月、上海公州時期不常識鉄道延伸計画が上海都市計画局によって提案された。延伸は既存の路線に上海公共国際空港、上海南駅と上海万博の会場を経由して甲州まで延伸する計画である。 延伸は5 5トル離れた2空港間をおよそ15分で移動できるようにする。公衆への延伸計画は2006年2月に中央政府によって承認され2010年に完成予定だった。上海環境科学保護学院が安全で空気と水の質に影響を与えず、騒音は制御可能であるとの環境評価にもかかわらず、電磁波の影響に反対する沿線の住民により、 作業は2008年に延期された。2009年2月27日のオンライン版、チャイナデイリー氏によると、上海の行政当局は、電磁波による健康への悪影響を考慮して地下に建設することを検討中で、最終的な決定は国家発展再構築委員会が担うとされる。同様の計画は2010年3月に承認され、2010年末に建設が開始された。 新路線は全長1 9 9 5トルで元の計画よりも2 4トル長い。最高速度は時速4 5 0トルが予定されるが、建設区間では時速2 0 0トルに制限される。しかしながら2010年10月に国位旅客専用線が開業して2都市間の所要時間は45分に短縮され、 磁気浮上式鉄道の計画は再び延期となる。2006年8月11日、歩道国際空港を発射直後の午後2時40分に磁気浮上式鉄道の車内から出火した。怪我人はなかった。予備報告書では電気的な問題が原因であると推定される。契約の一環として中国へのトランスラピットの限定的な技術移転が合意された。 ドイツ製の機関部品と技術を備えた最初の中国製の4両は2011年1月から運行を開始した。ありがとうございます。